平野紫耀ハイブランドの撮影オフショにファン歓喜。かっこよすぎ。ジャニーズ事務所を退所し、新たなステージに挑む平野紫耀26、が、ファッション界でも、カズイオウ風靡するハイブランドの撮影オフショットをファンと共有し、大きな注目を浴びています。 元キングプリンスへの彼は7月7日に滝沢秀明氏が社長を務める戸部所属を発表し新たな道を歩み始めました。この記事では平野仕様の最新のファッション活動について詳しく紹介します。エルメス、リトン、ディバン氏、バレンティノ、世界的なハイブランドとのコラボ。平野仕様は ファッション界で高い評価を受けるハイブランドとのコラボレーションに積極的に取り組んでいます。彼は、ルイ・ヴィトン、エルメス、リィバンシ、バレンティーノなど、世界的に有名なブランドとの撮影に参加し、そのオフショットをファンに披露しました。9月18日から22日にかけて、ヒラの仕様は、これらのブランドの洗練されたファッションアイテムを身につけ、 撮影現場での様子をファンと共有しました。彼は撮影で身につけた洋服やアクセサリーを自身の SNS で公開し、そのスタイリッシュな姿勢が注目を浴びました。トベとの新たなスタート。平野仕様はジャニーズ事務所を退所し、新たな所属事務所であるトベに加入したことで、さらなるステップアップを果たしました。 戸部は滝沢秀明氏が社長を務め、多くのジャニーズアーティストをサポートしています。この遺跡により、平野紫仕様は新たな可能性とチャンスを追求しています。ファッション界での存在感。平野紫仕様は音楽活動だけでなく、ファッション界でもその存在感を示しています。彼のファッションセンスは多くの人々に影響を与え、 トレンドを作り出す要因の一つとなっています。ハイブランドとのコラボレーションは、そのファッションへの情熱と才能を示すものであり、多くのファンから支持を受けています。SNS でのオフショット公開。平野紫耀は、ファンとのコミュニケーション手段として SNS を積極的に活用しています。 彼は撮影現場でのオフショットや日常の様子をインスタグラムやツイッターで定期的に共有し、ファンとのつながりを深めています。最近の投稿ではハイブランドの撮影オフショットを披露し、ファンを喜ばせました。オフショットの反響。彼のハイブランドのオフショットに対するファンからの反響は非常にポジティブでした。 投稿からわずか1時間で35万件を超えるいいねが寄せられコメント欄には多くの賞賛の言葉が並んでいます。ファンは彼のファッションセンスとオフショットの魅力に魅了され、そのスタイリッシュな姿勢に感銘を受けています。平野紫耀はジャニーズ事務所を退所し、トレに加入して新たなステージに挑戦しています。 彼のファッションセンスとハイブランドとのコラボレーションは多くのファンから注目され支持されています。SNS を通じてファンとのコミュニケーションを深めオフショットを共有することで彼はファッション界での存在感を高めています。今後の彼の活動にますます注目が集まることでしょう。